オートバイのカスタムビルダーになったのは、もともとデザインの仕事がしたくて美術大学に行ったんですけど、ヨーロッパバイクのロッカーズっていう本かなを見て、バイクすげえかっこいいと思って。それがあんまり肌に合わなくて、面白くなかったんで、その時にずっとバイクに乗ってて、オートバイをカスタムするっていう仕事を知って、それでビルダーになりたい、カスタムバイクを作る仕事をしたいと思って、この仕事をやっています。カスタムするバイクで一番うちっていうか僕が大切にしてるのはもう全体のバランス。やっぱ一個一個のパーツがかっこよくても、もうパーツの集合体なんで、バイクって車のように一つのボディではないんで、今回のこのバイクみたいにアルミを叩いて作ってるんですよね。でそうなると一人一人その同じものを作るっていうよりか個性みたいな、何でもそうだけど、リンゴを100人描いたら100通りのリンゴが、それとバイクも一緒だと思うんですよ。